田駅のホームに特急貫発16号が到着をいたしました。新しい観光列車貫発16は今日正午過ぎ JR 博多駅のホームに入りました。貫発16は博多駅と別府駅を週に3回往復するもので、運行開始の昨日は別府駅を出発していて、博多駅を出発するのは今日が初めてとなります。今日は JR の関係者のほか、カメラを構えた鉄道ファンなどが詰めかけ、新しい観光列車の出発を祝いました。貫発16は九大線を経由しておよそ5時間の旅を楽しむことができ、 JR 九州によりますとゴールデンウィーク期間中は全席満席ということです。この時間のニュースをお伝えしました。